こんにちは、リラクガールのわこと、リラクガールのあやかです。本日は前回の動画でもご説明したラブのラブデトックスについてさらに詳しくご説明していきたいと思います。前回の動画をまだご視聴いただけてない方はですね、概要欄に添付させていただけますので後ほどご覧ください。それではレッツゴー。それでは本日のスペシャルゲスト、ラブチームの鈴木さんです。よろしくお願いします。では早速ですが、はい、ラブデトックスの魅力について教えてください。はい、ありがとうございます。ラブにはですね、ダイエットとデトックス、この2種類のプログラムがございます。でダイエットに関しては期間が30日間のプログラム内容になっておりまして、デトックスに関しては7日間のプログラム内容になっております。でデトックスに関してはこの7日間のうち2日間はですね、ファスティングというものを行います。でこのファスティングなんですけれども、サニーヘルス株式会社さんのこのマイクロダイエットというものをですね、使用させていただいております。でこのデトックスプログラム この特にこう魅力なんですけれども、まあ、コーチがですね選べるといったところと、このコーチがもう専属でちゃんと付きっきりでついてくれるといったところが、もう魅力になっております。ちなみにデトックスってどんなメリットがあるんですか？はいはい、ありがとうございます。このデトックスプログラムにはですね、まあ、様々なメリットがございまして、実際に受けていただいた方の声の一部なんですけれども、体重体脂肪がこう軽減したりですとか、あと睡眠の質が良くなったりとか、あと肌ツヤがこう良くなったりですとか、そう、あとこう腸内環境が整ってですね、便秘改善になったりとか、まあ、様々なメリットを期待できるものになっております。あやかさん、あやかさんって管理栄養士持ってますよね。実は持ってます。私ちょっと先々週デトックスした時に結構好きな味でなんとなくフレーバー選んだんですけど、実はなあの鉄分不足というか、まあ、貧血気味っていうのがちょっと気になってたりとか、あとなんかこうしょうもないことでイライラしちゃうって言ったらいいですけど、なんかカルシウム不足かななんて思ってたりして、そういうのでなんか選ぶなんかおすすめの味とかってあったりするんですか？はい、あります。あるんですね。特にね、まこちゃんのようにですね、鉄分不足悩まされてる方ですね、実はココアがおすすめです。ココア味ですね。飲まれました？ココア飲めました。めちゃめちゃ美味しかったです。そうなんですよ、ココア味すごく人気でして、加えてですね、どのフレーバー選んでも栄養素は豊富なんですけれども、そういった鉄分っていう部分がですね、ココアには一番このフレーバーの中でも豊富なので、そういった貧血気味の方にもおすすめなのがココアになっております。と他にもそういった結構お味でね選ばれる方って多いんじゃないかなと思うんですけれども、一人一人のお悩みに基づいてというか、改善のためにどのフレーバーにしようかなって選んでいただくのもすごくおすすめかなと思いますので、試してみてほしいですね。味だけでなくフレーバーのさまざまな栄養価で選ばれるのもすごいいいですね。で実際私もマイクロダイエット飲んでみたんですけど、私はプロテイン独特の匂いだったりとか喉に詰まる感じがすごい苦手なんですけれども、このマイクロダイエットはそういう独特な風味も気にならずにすごい美味しく楽しめました。ラブのプログラムではマイクロダイエットに加えて専属のコーチがつけますので、初めての方でも最初のファスティング取り組むことができるんじゃないかなと思ってます。ちなみに私たちもコーチをやっておりますので、ぜひ選んでいただけると嬉しいです。それでは次回の動画もお楽しみに。